騎士は、ご打ちともいい、囲碁を打つ人の総称。プロを指すことが多いが、アマチュアでも、騎士と呼ぶことがある。なお、将棋の専業プロも、騎士と称しているため、区別のため、囲碁騎士と表現する場合もある。室町時代末期に囲碁を専業とする者が現れると、彼らは、ご打ちと呼ばれるようになる。江戸時代に、家元が俸禄を受けるようになると、御衆あるいは、 将棋の家元との区別で、五方五の者などの呼び名が使われた。また、江戸時代には、五子、五子などの呼び方も生まれ、地方においても、掛け子をする者は、五内と呼ばれた。明治になると、五角、五花角、企画、企やといった呼び方がされ、また棋戦に出場する者は、選手とも呼ばれ、大正時代の非正解もこの呼び名を使った。日本棋院が設立されると、 騎士を使うようになり、以降の各組織でもこれに倣え現在に至っている。また、日本騎員以前の囲碁専業の者や公主に対しても、騎士と呼ぶことが多い。漢の時代には、胸を表した歴史家のハンコなどの愛機家が知られ、県安七子と呼ばれた文人でも、公有や王さん、税を表した王、が後に長じていた。後は、近畿書画が盛んであり、 代表的な打ち手の孫作と、両藩の対局が最古の寄付として残されていて、気力の高さを示しているほか、武将の陸村、諸葛金が知られ、民間人で、呉の八勢の一人の玄武氏と、バヤス氏名は、紅白物師で、五世と呼ばれている。刀身では、魚剣で、天才少年と言われて、後に、最小の王道に引き立てられ、将軍となった子が、最強とされ、 半広寺、寄品で、甲が五品、第一品、王道が五品と記されている。竹林の七県と言われた中でも、原石、王恵比寿は五好きだった。この頃に、王広行が以後の別称として、座院と呼んだことが、施設信号にあり、宋の首都んが手段と呼んだ。南北朝時代には、南朝聖の王孔が第一品の打ち手とされていて、武帝に命じられて、 北儀の高文帝から派遣された打ち手の半安指示と対局した。初頭では、廃石、黄没、路蔵用、高知州らが騎士として巧妙だった。幻想の時に、木町省制度が設けられ、王石神、腰こと、大い、王宿文、勝能、木玉などがついた。腰ことは、日本の王子と対戦して、鎮守頭の名手で勝ったとされている。日本の王子の名は、 はっきりしないが、高岳親王、友の古活優の説がある。また元奏は、白木の聖徳王の葬儀への施設に、陽気高というこの野兵切手の打ち手を同行させ、白木の打ち手に連戦連勝して、面目を保った。宋代では、日町み子とのりに、加減、陽のぞみ明、龍中はじめ、李ー民、陳ン、鎮西などが巧妙であった。半誠を治む、季節。 呂望明、総泉津、李民、防有期予学習、陳活、無形筆談、劉中はじめ、木分け、長儀、卑怯十三編、原守と安天章、厳言語教などの著作も書かれ、陳活、無形筆談では、囲碁の変化の数についても記された。弁慶などの大都市では、同館や寺院などで、機会がしばしば開かれるようになり、講師が競った。現代には、 文人の中から、元元五教を再編した恐れ衆、流院、高校などの名手が出た。高栗では長寿王の時代に国主である道林という、僧がいて、九だらの外郎王の側近に送り込まれて、国力を削ぐ工作をしたとある。日本では、元闘士に加わった、友の古活友が古史と呼ばれており、古活友に習った木夏つは、少しの間に、昇活を超えるほどになった。 歌法王と第五天皇に遭遇された法師関連は、課長余剰で、五世と記されている。日中歴では、関連のほか、歌謡、遊居、高行き、実定、教格、道のり、十五松院、長のり、天皇寺家者といった名がある。九条金座はごお好み、その屋敷で対局した九条義経の小アッパが、囲碁の上手と、赤月木にある。次園も、 言葉上皇に招かれて対局していた。鎌倉時代には、玄武による異国伝、異語式も書かれた。明の初期、愛霊が巧妙を馳せたが、大祖の命で老徳たちと対局し、勝った老徳たちが機関の地位を得た。他に、超久姓、半広氏などが国主と呼ばれた。家政から万歴の頃に、明では最も異語が盛んになり、 石膏省一帯の栄華派として、アワビ一中、デオキ、周原、女ョ生など、暗記省一帯の新安派としてほど南時、助、大アケボの、マ子県など、北京周辺の軽視派には、リガマ、カオリンなどがいて、王聖帝、胸ではアワビ一中、ほど、南時、助、ケ、リカマ、ガンオサムが取り上げられている。民末には、チャンス出身の百が出て、上京して、 国主の林不況に勝ち、国主とされるとともに、監疾府などを表した。他に、政子ぶり、王陽、清志などが名主として名を挙げた。新朝初期には、盛大あり、周東甲羅を打ちまかした王漁氏が最も知られ、その弟子の女性友も国主となった。続いて、藩西米、瀬、城夏、両義今、帝蘭女が王家となる。新末には、 以後も、水準を落とす中で、万神の十八国主と呼ばれる、周公、任意南、登録船など、続いて、周小松、石虎省の陳氏戦、海洋の助用文、理不可資源など国主と呼ばれる騎士がいた。室町時代に、日本から明に渡った、僧居中は、林王竜と協力して、敵上六がまとめられた。万歳時号日記。 関門行記では召し出された囲碁の神手として、大縁、四季部、胸勝、一式、北野、吉原、昭和の名がある。その後には、美衆の中で、五の神手として十美が知られていた。続いて千成、春阿美、宗神、奇祭などが現れ、その後の本因坊三佐、本能寺の総理元、神尾修具、千成のこの選閣、山の内入道、 歌詞を、少林といったものは、公家や寺院の他に、豊臣秀司や徳川家康などの武家にもしばしば招かれて、江戸時代の家元制度の基礎となった。また、北条玄安に、特裁というものが召し出されており、法上氏直の頃には、間の戦学祭が関東での五の神手と言われていた。江戸幕府からは過録を受ける家元として、三佐を始祖とする本因坊家、 三佐の弟子の中村道広氏を継ぐ井上家、安井三鉄に始まる安井家、利源の六を継いだ林家が定められた。四家は、名人、小所を筆頭にして、五条子などで、切磋琢磨し、寄生と呼ばれた、本因坊同作、本因坊竹輪など多くの高手を生んだ。また本因坊三佐は、朝鮮通信使にいた、本国第一人者の利子と三つ子で対局した。 本因坊同作は、琉球施設の親雲上浜日賀には四子で対局し、浜日賀に三段を認めた。1710年の琉球施設では、やらさとゆき子が本因坊道地に、三つ後、相原化石に、千番で打った。戦時中の初段隠居場、明治時代になると、家元制度は崩壊したが、本因坊家を存続させた、本因坊秀和、本因坊吉江の一門や、 本因坊周法らによる近代的な囲碁組織放映者によって多くの騎士が活躍した。また、女優の北文子や吉田美佐子が男性騎士と互角の成績を残し、普及や組織運営にも大きな役割を果たした。本因坊周才や高部道平は中国も訪問して交流を行った。この頃の中華民国では、欧雲邦、超誕生、反明東、 五砂地林、古水女、王子安、竜大夫ところ、家、聖羅がいたが、密語程度の差があった。大正末期に、五回合同による日本起因が誕生し、仮金純一の寄生者との対抗戦が世間を沸かせた。また古水女の弟子の模制源が見出されて、日本へ渡り、北に実るらと、隔水しつつ公団へと登った。昭和になると、名人をして、 本因坊戦などの選手権制の棋戦が多く生まれ、日本棋院とそこから分裂した関西棋院の棋士がしのぎを削った。また、昭和20年代には合成限が十番後で当時の一流棋士べてを打ち込んで最強と目された。昭和の主な棋戦優勝者、法律では職業として囲碁を行うのには資格は不要だが、 試合を開催する団体が定める認定が必要になる場合がある。以下は日本棋院と関西棋院が定める規則についての記述である。日本棋院と関西棋院の二つがプロを認定する組織として存在している。さらに日本棋院は東京本院中部総本部、関西総本部に分かれている。 このいずれかで入団試験を突破した者だけがプロ初段の騎士となりプロ棋戦への参加資格を得る。プロ入りのためには普通まずプロの卵である陰性となって入団試験手合を勝ち抜くことで資格を得る。また陰性にならずとも外来で予選試験手合を突破することでもプロ入りは可能である。日本棋院の陰性で騎士になれなかった者には研修騎士を経て 普及騎士の資格が与えられた。また、陰性医以外で入団試験に合格できなかった者には普及専門の地方騎士の資格が与えられた。関西騎員でも2009年から2018年まで研修騎士として採用する制度があった。研修騎士は一定の基準に達すると正騎士へなれる制度であったが外来騎士採用試験の導入に伴い廃止された。韓国。 中国、台湾にも独自のプロ組織があり、それぞれの棋戦が行われている。またこれらの棋士が一堂に会して戦う国際棋戦も盛んである。さらに2011年にはアメリカ合衆国、カナダで2014年にはヨーロッパでもプロ制度がスタートした。7大タイトル保持者7大タイトル経験者その他の棋士。 三大タイトル挑戦者七大タイトル挑戦者女性の騎士日本女流五大タイトル保持者ぶっこ騎士中華人民共和国では副首相陳記によって囲碁強化が進められ全国学校行き個人戦などの大会の実施中国学校行き協会設立によって日本に追いつくことを目標として騎士を育成した古水所の弟子の陳祖徳は 日中囲碁交流で初めて日本の球団に勝利し、1970年代には、ジョ平が最強の地位を得る。また、日本と同様の棋戦が多く開催されるようになり、龍子光、馬赤月春、ウ大ア栄久氏、陳林ソ千オウ湯武氏、イ・文、東シ、シシシが活躍する。また、高照明やノ・エラなどの女流棋士も、男性と互角に戦うようになった。 1990年代以降は、七オロンと呼ばれる、上広ラ周鶴洋、ラ強ガワ、来、ュ荒井川、イ、葵、イイサムが、国内棋戦のほか、国際棋戦でも活躍し、2000年代にはウコ世代と呼ばれる、古寺から、ウ、オぐタ小明る坂井、シャーカ、キ中、ウ高ュン、リュ春、セイらが世界戦で好成績を上げる。 北に実る門下だった、長南鉄が、第二次世界大戦後に、韓国議員を設立して、現代以後の普及を行った。日本で修行した、金印、陰気源、河山鈴らが活躍し、1970年代から、総訓練、助報手、続いて、龍ちゃんく李正光を加えた四教時代となり、1990年代には、国際規制で、 多数の優勝を飾るようになる。訓言将校の活躍で、囲碁ブームが起こり、2000年代は、リオ、僕久しくん、蔡明菅、僕沈石、長官城、元明、京あずま淳、僕帝、カンボクオ僕女が国内戦、世界戦で活躍する。台湾からは、合成源に見出された、林美穂が、日本で名人になるなど活躍し、続いて、王立成 おうめチョークなども日本でタイトルを獲得した。また実業家を正規の後押しで、中国が校行き換などの囲碁組織が作られ、周刊行、陳長安、陳長清がプロ棋士として活躍する。続いて、法刑家、林政権などが成長し、1990年代には中国で修行した、周春君が第一人者となり、林至る館、陳歌淵、 大本人氏がこれに続いている。1978年には、オーストリア人のマンフレット・ビンマーが、関西起因で、わずかに遅れて、アメリカ人のジェームズ・カーウィンが、日本起因で、それぞれ欧米人として、初のプロ初段となった。その後は、日本起因のマイケル・レドモンド、ハンス・スピーチ、韓国起因のアレキサンダー・ディナー・シュタイン、スヴェトラーナ・ナシック・シナなどが、 アジアのプロ組織で騎士となっている。アメリカでは、アメリカ在住の騎士による組織でトーナメントが行われており、レドモンドや中国出身のエイヒサシやホーウン、韓国出身のクルマビンシュなどが出場している。2012年アメリカ囲碁協会は、韓国企員と提携して、プロ制度を発足させた。さらに2014年には、欧州囲碁連盟が独自に、プロ制度を開始している。 欧米の他にアルゼンチンのフェルナンド・アギラールなども国際規戦でしばしば上位に進出し、またオーストラリア出身の黒川しみも台湾とオセアニアで活躍している。ありがとうございます。